こんばんは、キッチンスタジオ獣医への木野恵子です。今日はですね、珍しくエビです。あんまり買わないんですけどね、エビを使って、ちょっとね、スニックな一品を作っていきたいと思います。今日ね、バナメイエビ。これね、何度か紹介してると思うんですけど、バナメイエビね。これね、どこだっけ？インドネシア。あ、これインドだ。インドとかに、インドネシアとかね。その辺で、取れる、まあ、養殖されてるエビなんですけれども、煮込んだりね、焼いたりしても柔らかくて、それでね、ちょっと小ぶりなんですけれども、で、お値段もね、手頃な感じなので、結構おすすめです。ブラックタイガーとかだとね、煮たり焼いたりすると結構身が硬くなったり、パサパサしたりするんですね。その点ね、このバナメイエビは結構ね、火を通しても柔らかい。ね、それがいいとこですね。ね、むき身になったのもありますけど、今日は殻付きなので、殻をね、取っていきたいと思います。剥いていきたいと思います。はい、殻をね、剥きますね。殻を剥きます。こうやってね、殻剥くときなんですけれども、ね、胴の殻を剥きますよね。足の方から持って剥きます。で、ここのね、尻尾も取りたいんですが、このね、尻尾2つありますよね。ここのところをですね、ブチってちぎらないで、ちょっとね、引っ張ってあげるね、少しずつ、右左。そうすると、わかります？ね、ここで見れるかな？ね、尻尾の中の、身もね、取れるんで、ね、ブチってちぎらないで、ぜひ尻尾の中の身も取ってみてください。ね、余すとこなくいただきましょう。ここまで来たら、右、左ってね、少しずつ、あんまり力をね、一気に入れないで、ちょっとずつ引っ張ってあげると、こうやって取れます。ね。ほんのちょっとのことなんですけどね。はい。そしたらね、殻が剥けましたので、エビのね、背綿を取っていきます。で、背綿は竹串とかで取る方法もあるんですけれども、炒めたりね、煮込んだりする場合は、背中側に切り込みを入れましょう。5ミリぐらいかな。で、見てあげると、ね、背綿が見える場合があるので、そしたらね、それを取ってあげます。ここに開いた時に、ここね、黒いの見えてますよね。これ背綿ね。これ背綿。なので、取ってあげます。で、背中をね、開くことによって、火を通した時にね、こう、ちょっと、綺麗にね、開いて、火を通すと開いてくれてね、ちょっとエビも大きく見えるので、なので、それがおすすめです。で、見ていただいて、背綿があったら取るという感じですね。はい。で、お腹の方を見るとね、お腹の方もちょっと黒いの見えるんですよ。で、こっちはね、気にしなくて大丈夫です。取らなくて大丈夫です。今ね、使ってるエビは、無頭エビですよね。頭のないエビ。頭をね、取った状態で売られてたものなので、頭を取るときに、背綿もね、一緒に抜けちゃうってことが結構あるんですよ。なので、見ていただいて、あ、結構これ分かりやすい、これ。ね。見ていただくと、一尾ずつ見ていくと、そんなに背綿が入ってない場合もあるんですね。で、最近ね、何度か、ちょっと授業で使ったりなんかして、エビ見てたんですけど、ほとんどね、背綿なかったんですが、今回このエビは、このパックは、今んとこ開けたの 100% ありますね。不思議ですね。全部ある。はい、こんな感じで全部取れました。そしたらね、これを洗っていきますね。で、洗い方ね、いくつかあるんですけれども、これ片栗粉です。片栗粉をですね、今日は大さじ1杯ぐらい入れまして、ここにね、お水を少し大さじ3杯ぐらい入れます。こんな感じ。で、これでね、こう、もみもみしながらよく洗ってあげます。そうするとね、片栗粉で汚れを吸着してくれるっていうんですけども、ほら、こんなに濁ってくるんですよ。ね。で、これでもみもみしてあげて、あとね、水でしっかり水洗いしてあげたら OK です。そうすると汚れも取れてね、あと、エビがプリッとするって言われてます。ね。で、片栗粉ない場合は、ちょっとね、多めの塩を振ってもみもみして、水洗いっていうのでもいいと思います。はい。
あとですね、今日お野菜なんですけども、玉ねぎと、パプリカ、ピーマンですね。それから、ズッキーニ、ね、ちょっと細長く切ってます。そして、あればなんですけども、青唐辛子と、バイマックルーって言って、これはね、コブみかんの葉っぱって言うんですけれども、タイ料理でね、使われる、名前の通りね、みかんの香りのする葉っぱです。これね、私、生で買って冷凍しておいてるんですけれども、これもね、入れていきたいと思います。まあ、なかったないでいいです。はい。で、これはね、葉脈の硬いところを、こうやってピーって取るんですね。うん。で、残りの葉っぱを刻んでいきます。すごい、うん、いい香りしてます。で、今日はね、エスニック風って言いましたけど、全体をね、ココナッツミルクにしようと思ってるんですね。なので、まあ、台風というのかね、ちょっと台風になるのかな、の、エビのココナッツ炒めみたいなね、感じにしていきたいと思います。はい、じゃあバイマックルーを刻んで、あとは青唐辛子も刻みます。もちろんね、なければ全然いいんですけれども、青唐辛子なかったらね、ちょっと辛み欲しい方は赤唐辛子とか入れてみてください。あとやっぱりこう来たらニンニクも欲しいかな。ニンニクも入れようかな。青唐辛子ね、切った後に手触んな、目とかね、触らないように気をつけてくださいね。ちょっとね、粗くていいですから、みじんに切っておきます。こう見えて辛いからね、この手で触らないように気をつけます。じゃあ、ニンニクもね、スライスにしようかな。はい。あと、ココナッツミルク缶を、缶のね、半分ですね。200g ぐらい用意してます。ちょっとね、半分使った残りですね。はい。ではね、早速作っていきます。フライパンに、今日はもうね、普通の大白でいいと思います。ちょっとね、小さじ2杯ぐらい入れたら、冷たいうちに、このニンニクを入れて、ちょっと香りを出しましょう。ニンニクがね、ジリジリってしてきて、ね、結構いい香りがしてきました。そしたらね、少し時間かかるから玉ねぎ炒めましょうか。でね、しっかり柔らかくしたいから先に入れます。はい、今ね、2分ぐらい経ったと思うんですけれども、そしたらね、ピーマンを入れていきますね。ズッキーニ結構柔らかいので、先にピーマン入れましょう。はい、でここでね、1分ぐらい炒めたらまた、ズッキーニです。エビを入れてきますが、エビにはね、今ちょっと塩コショウを軽くしました。直接ね、エビに塩コショウを軽くしました。エビ入れたらちょっと火を強めてください。弱火でやっちゃうと、生臭くなっちゃいますから、エビを入れたら火を強めて、しっかりね、エビを焼いていきましょう。エビとね、ココナッツミルクの相性をね、とってもいいですから、ひっくり返して、まだね、火完全に通ってませんけれども、ここにですね、先に、この、バイマックルーと青唐辛子入れちゃおうかな。入れて、これでもう全体を、まぶしちゃいます。はい。いいですね。はい。で、そこに、この、ココナッツミルク入れます。これでね、炒めと言いつつちょっと煮込みみたいになるんですけれども、ここにね、ちょっと火を通してあげます。2、3分でいいんじゃないかなと思うんですけれども、あんまりね、グツグツし、あんまり激しくボコボコしないぐらいの、ちょっとポコポコするぐらいの火加減で、2、3分いきたいと思います。
ではね、ちょっと味もつけていきますけれども、まずね、ナンプラーですね。まず、ナンプラーって結構しょっぱいので、小さじ1ぐらいいこうかな。うん。もう一杯入れていい。結構辛さが喉に来ましたね。もう一回いっちゃいましょう。で、タイ料理ってちょっとね、お砂糖入れたりするんですけど、気持ち入れとこうかな。ほんと小さじ2分の1ぐらい。パームシュガーとかね、ヤシの、お砂糖とかね、入れるんですけれども、2分ちょっと、2分半ぐらいかな、煮たんですけれども、ね、これ以上煮ると、エビもちっちゃくなっちゃいそうなので、もうこれで出来上がりです。こんな感じです、ね。ココナッツカレーみたいなね、感じですね。はい。ね。赤も入ってグリーンも入ってるからすごく彩りが綺麗にできました。はい、ではエビのココナッツミルク煮にしようかな。ココナッツミルク煮です。今日も動画をご覧いただきありがとうございました。今日の動画が役に立ったなと思われた方はグッドボタンを押していただけると嬉しいです。また、キッチンスタジオ10家の公式 LINE では、毎朝、献立などのお役立ち情報をお送りしております。ご登録がまだの方は、ぜひご登録ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。